さあ、まずは素材集めからやってもらおうかね。案内役のポロッゴの言うことをよく聞くんだよ。Thank you.
してちょうだい。
それじゃあ、仕上げといくよ。生まれたてでたけってるからね。あんたたちでおとなしくさせてやっとくれ。
おとなしくなったみたいだね。なら例の術式を込めるとするか。すまない、また力を貸してもらえないか。よし、じゃあお次はマザーポークシーにポークシーを作り出してもらおうか。そのためにはこいつに膨大な魔力を注ぐ必要がある。魔女マトーヤだったらそれくらい朝飯前だろう。よしよし、上出来だ。これでアンジェロとかいう豚もどきと同じ存在が作り出せたわけだ。今は3匹でもマザーポークシーに魔力さえ注げばさらに増産することだってできるよ。まったく、こっちは魔力が底をついたわ。それでも一体ずつ作り出すよりはよほど効率的ね、マトーヤ様。それにみんなも本当にありがとう。これでまた一歩前進できたわ。ああ、各国に引き渡せば蛮族との対話にも役立つはずだ。手始めはそうだな、妥当じゃないかしら。でもごめんなさい、あなたたちだけで行ってもらえる？ポークシーの素材集めでは率先して動いてくれて助かったわ。使い魔作りがどれほど大変か骨身に染みたろう。それともシュトラもいよいよ年かね。あら、ようやく大人扱いしてくれるの？ああ言えばこういう、まったく懲りない子だね。用も果たしたことだし、わしは帰らせてもらうよ。
ズル帝都か。海賊の敵め。どうなつら下げて来やがった。はじめましてだな、提督さんよ。俺が断罪党の主流。大公殿、まずは会談の場を設けてくれたことに感謝。俺が求めることはただ一つ。リムサロミンサは海賊の町だ。そうだそうだ、俺たちは海賊だ。奪い尽くせ。海賊はいずれ消えなければ。なんだって？海賊は消える？確かにこの国は海賊業によって発展してき、我らの先祖は北洋の王の圧政から逃れ、暴君との戦いだが、我らは帝国と結果、我らは帝国との戦い、そして今や帝国も傾きかけ、そうなった時エオルゼア随一の航海、そんな潮目が来てもまだ奪うことにこだ、我々がその新時代の海を制するのならコボルド族、それがどんなに正しい理屈だろうと、俺だが、俺たちと国が戦争、提督、いやメルヴィブさんよ、なら古くからの流儀はして、いいだろう。リップ終わってねえ。相手が倒れるまでが決闘だ。やるなら俺を殺せ。こちらだ、シルフィルのおじき。寝込んでいる間に いいかお前ら、よく。その船長はここにいるね。だったら今さらガタガタ抜かすんじゃねえ。でも俺たちは海賊なんです。それを捨てるなんてこと、バカ野郎。
まだまだ若いくせして何を…いいか、俺が考える海賊、略奪だけが脳の古くせえ海賊は俺が最後でいい。お前らで新しい海賊を、新しい断罪島を作るんだよ。その最後、よし、かたじけない、ヒルフィル。あの決闘抜いたのはあの切りひげは生きたまま、これからも嵐や荒波が待ってるだろうが。